見ていただいてありがとうございます。ニコニコママです。砂壁に素人の私が壁紙を貼る方法、現時点の結論という YouTube を作ったので見てください。まず、どんな砂壁に貼るかといったらこちらの砂壁です。壁紙を、糊のついた壁紙をこうやって、貼ってみると落ちる。結構ボロボロな砂壁になります。工務店さんなどに、リフォームの見積もりを取った時にはほとんど、捨て張りをしてその上に貼るという方法を提案されたんですけれども、家一軒となるとかなりの金額になったので、まずは壁紙自分で貼ってみてダメだったら工務店さんにお願いしようと思って始めた方法になります。普通の壁と比べてみると壁紙を貼った時の違いはこんな感じです。先ほどの砂壁に比べて普通の壁っていうのはこんなに壁紙がつきやすいんだなと思いました。このあたりですね、砂壁を1枚貼るのとほぼ同じぐらいの時間をかけて貼ったものになります。普通の壁だと砂壁を貼るのにだいたい3分の1ぐらいの時間で貼れるなという印象があります。この動画で紹介する、方法です。まず砂壁をほうきで掃いて掃除をします。取れてしまう砂は落としておこうという方法です。触って落ちないぐらい。使う道具がこちらになります。この道具の説明は別動画にまとめているので、こちらも見ていただけると嬉しいです。壁紙を切って、ゴリラボンドを、つけていきます。ゴリラボンドをつけた壁紙を上から、丁寧にゆっくり貼っていきます。上から貼ること、あと、スキージを動かすときに壁紙の、スキージのすぐ上に手を置いて押さえながら、貼ることで少しずつきれいに貼れました。どうしても、たわんだ部分が出てきてしまいます。この指の先のこの部分、そういう時にはそこまで剥がしてゴリラボンドをさらにたっぷりつけてつけていきます。ここまでカノリがつくと剥がれてしまう壁紙なので、最初上部を押さえた時にはもう何でしょう、貼れる気がしないというぐらい剥がれてきますけれども、ゆっくりゆっくり丁寧に少しずつゴリラボンドを追加しながら貼っていきます。速乾性のボンドなのでとても使いやすいです。方法については、記事でも紹介しているので動画詳細を見ていただけると嬉しいです。見ていただいてありがとうございます。